気づいたら夕方ですね。そうですね、あっという間です。今日はね、ママさんが仕事から帰ってきてリラックスしている瞬間ですね。リラックス、そうですね。コーヒーも入れたじゃないですか。ありがとうございます。美味しいコーヒーを入れてくださって。ただね、今日ちょっと出かけなきゃいけないので、その間のね、毎日忙しいね。ちょっとしたリラックスタイムというか、りーちゃんと遊ぶ時間を撮影しております。あ、でもすぐ帰ってくるよ、りーちゃん。なんだね、その足は。ドギーちゃんの足は迫力があるね、近くで見ると、うん、ママさん、まだ仕事してんの？ちょっとした事務作業がまだあるようです、うん、それ落ち着いたらちょっと下に行ってギーちゃんと遊んでから出かけますか、うん、ちょっとママさんのとこ行きたい感じですね。ほら、乗ってくんの早い。お、来た。あ、でも傾いたんだけど大丈夫これ？なんか斜めになったディスプレイが、うん、あらー、どうですか？すごい興奮気味だね。ガタガタってこれ揺れてる、大丈夫かな？揺れてる。りーちゃん、そこそこの重さがあるからね、うん、あ、なんかレントゲンみたい、こう光ってて。どうですか、ゆきまるくん、ママさんの近くでのんびりできて。かわいい。急に落ち着き始めたね、ぎーちゃん。大きいものだよね。そう、邪魔しないからね、うん、邪魔しないから仕事ができるんだよ。うん、昼間いつもこんな感じだもん。ディスプレイには乗らないけど。お利口さんだね、パパさんの仕事邪魔しないんだ。ちょっとね、私の仕事は集中力がいるから、うん、邪魔されちゃうとはかどらない、全然。なんか仕事できる人みたい。ちょっと待って。仕事できる人って、いや、そう。あ、できますよと。いや、そうじゃない。一応やってる。あ、まあまあ、そうだね。いや、なんかすごいパソコンに向かってカタカタやってるとさ、それっぽいなと思って。今日寒いね、なんか。寒いね。ほら、もうちょっとしたらお出かけだから、りーちゃん、ママさんとたくさん遊ばないと。コーヒー冷めちゃった。あら、せっかく入れてくれたのに。チンします。チンします。あれ、この前買ってきたお酒じゃないですか？そう、中華麺を買った時に買ったお酒です。まだ開けてない。それ初めて見たんだけど、うん、私も初めて。こういうのあんまり買わないから、たまにはいいかなと思って。
アンズのお酒ですか、うん、アンズはね好きなの。あのほら屋台とかでリンゴ飴売ってるじゃない。うん、私リンゴ飴は食べない。あ、そうなの。アンズ飴、絶対アンズ飴。へえ。いや、アンズ飴はね、逆に見たことがないわ。え？本当？リンゴ飴しか見たことない。あ、リンゴ飴とイチゴ飴かな。最近ね、なんかあれだよね、イチゴとか多いよね。アンズ飴見たことないんだよね、屋台。本当、すごいあると嬉しいんだよね。アンズ大好きだから。またそうやって、そこが自分の席だと思って、こっちの方が好きなのかな。そうだね。あ、した。ついに席を奪われることになるのか。あ、左が好きなんだね。そう、こっち側にいるのが好きなんだよね。椅子もさ、なんかこっちの方かじるけど、うん、こっちの方何にもかじんないんだよね。喋ってる。うん。あ、でも角のクッションかじってるか。こっちの方が好きなんだ。今日はなんかおとなしい日だね。首かしげてる。確かに。降りて。あ、もう一回やって。縮んじゃったな。それ？なんか短くなっちゃった。胴長短足に見えちゃう。自分のことでしょ。キーちゃんいつでもね、もも引き履いてるから。今日おとなしいね。うん。あんまり激しい日じゃない。さっき激しかったけど。足をね、揃えてるところがなんとも言えないね。うん。あれ？おねむ？おねむか？目がちょっと。いっちゃん、寝る？実はおねむ。ちょうどお昼寝、いや、お湯寝してちょうどいい感じが帰ってくるの。麦ちゃん、あまり寝る時間がね、タイミング遅いとね、ずっと起きてるからね、ガタガタと。なんか文句言ってる。